はいはい、皆さん今回やばい、はい、Chromebook の OS がバージョン102になったんですけど、新しく追加された手書きメモのアプリ、まあ以前から一部の Chromebook、 タッチパネルの Chromebook で使えたんですけど、今回102になって全てのタッチパネルの Chromebook これで使えるようになりました。早速紹介してみたいと思います。まずはこちらですね、ランチャーをクリックして、ここでまあ手書きメモまたはカーシブと検索します。カーシブ、そうするとここに手書きメモと出てきますから、はい、こちらをクリックします。でもし手書きメモというのが検索できなかったら、これ YouTube の概要欄に URL を貼ってきますので、これ必ず Chromebook でクリックしてください。 Windows や Mac でクリックしても使えません。はい、じゃあこれをクリックします。はい、そうするとほら見てください、なんとノートが作れちゃうんですよ。ノートが、はい、まあ、これどういうことかというと、例えば新しいノートブックで、ここで例えば国語とかね、国語、はい、こんな作りますね。じゃあもう一つ作りますか。ノートブックで、はい、ピンクで数学、はい、こんな風に、はい、教科ごとにノートが作れて、でさらに例えば国語に新しいメモということにすると、ほらなんとノートが作成できちゃうんですよ。でここのね3点リーダー、ここです、はい、ここをクリックすると背景変更で LINE ということで、はい、でこれで書けます。はい、ちょっと書いてみますね。でこれまだね日本語に対応してないんですけど、まあ、ちなみに英語で書くと例えばハローとかね、はい、はい、めちゃ下手、めちゃ下手、ハローワールドとか、はい、ハローワールドっていう風に書いたりすると、でこれちょっとホームに戻りますね。そうするとほらこれ見てください、ここほらほら、あんなに下手に書いたのにハローワールドということで文字認識をしてくれると。でこれねまだね日本語には対応してないんですよ。例えばこんにちはとかね、こんににちはとか、めっちゃ下手だけど、まあこれにはまだ対応してないんですけど、これね文字起こしももうしてくれるという、これすごくないですか。なのでこれどういう使い方ができるかというと、今まで例えば授業で、まあ、ノートを取るのにいちいちね紙を用意しなくちゃいけなくなったんですけど、これからは教科ごとに新しいノートブックで、まあ、情報とかねいう風にして、でこれで、はい、こんな風に選びます。はい、でノートブック作成ということで、このように、まあ、教科ごとに、まあ、ノートが作れるということなんですよ。はい、じゃあちょっと数学にもねノートを作ってみますね。新しいメモ、はい、で数学の場合には背景変更でグリッドとかしてね、じゃあちょっとグラフ書いてみますか。ここで、はい、点は赤にして、でこれでこんな風にね、でもちろんこれ写真なんかも貼れるんですよ、これね、はい、画像で例えば、はい、でダウンロードで例えばアーニャとかね、はい、これだとほら画像貼れると、はい、こんな感じです。でさらに、まあ、当然ねここにいろいろ書くことができると。はい、じゃあちょっと新しいページ追加しますか。じゃあ数学に新しいメモということで、はい、じゃあ今度は背景変更でドットとかしますか。はい、これ書けるのかな。はい、これで、はい、こんな風にね、はい、こんな風に書けるということです。そうするとどんどんこのようにノートが追加されていくということなんです。はい、で全てのこれメモを見る場合にはこちらですね、全てのメモとしてあげると、今国語はね、はい、ここです。はい、国語は、はい、ここ、はい、で数学はこれということでできるということですね。はい、それでこの手書きメモのカーシブなんですけど、まあ先ほどね検索して開くこともできるんですけど、この Chromebook にインストールすることもできます。インストールするにはここですね、はい、ここ、はい、これです。はい、手書きメモをインストールしますとありますから、これをクリックします。
で手書きもインストールしますかということでインストールと、はい、そうするとほらなんとアプリとして開くんですよ。なのでアプリとしてインストールできたので、はい、こちら、はい、メニューからほら手書きメモということで次から使えるということです。でこれね右クリックしてシェルフに固定してあげると、はい、いつでもねこれ全部閉じますね。一回閉じてあげると、はい、いつでもこの画面のねここです、ここ、はい、ここに表示されますからこれをタップして、はい、じゃあ例えば情報の授業だよということ で新しいメモということでここで、はい、じゃあこれで、グリッド線にしてなんかこんな風にね書くと、はい、いうことができます。はいはい、これすごくないですか。今までジャムボードがこれと似た感じだったんですけど、こういう風に別々のノートでまとめて整理するということができなかったんですよ。はい、このカーシブ、この手書きメモを使えばこのようにノートとして分類して保存ができるという優れものです。はい、そしてこの Chromebook の OS のバージョン102でもう一つね結構いい機能がついたので解説をしていこうと思います。一度閉じますね。はい、でこれで、はい、ブラウザを開いて、でここでにゃとか、はい、調べてみますか。はい、で例えばこの画像ね、この画像と似たものを見つける場合、これ右クリックして Google レンズで画像検索、まあここをクリックしてもいいんですけど、はい、画像検索してあげるとなんと、はい、これと似た画像を自動的に検索してくれると、はい、開いてみますね。はい、そうするとほらこんな風に検索できると、これどんな画像でもできて、例えばクワガタとかね、クワガタとか、はい、で検索してあげて、例えばこれ右クリックで Google レンズで画像を検索としてあげると、でこれで拡大化すると、はい、そうすると、はい、クワガタばっかりこのように、はい、見つかるということです。はい、いかがでしたでしょうか。この手書きメモ、画期的なアプリだと思いますので、ぜひノート代わりに使ってみてください。それではまた。じゃの。この動画が気に入ったら、チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。